お疲れ様です。チャー TV 中の人、うちは4姉妹って言います。よろしくお願いいたします。ということで今回はそうです、ウィニングポスト9 2022ということはそういうことですよね。皆さんね、サイレンス鈴鹿帝国ね、まだまだやっていきたいと思いますけども、サイレンス鈴鹿帝国見てますか？見てらっしゃらない方が結構いらっしゃいますね。残念です、本当にっていう感じなんですけども、前回ね、見てらっしゃる方はね、前回をねご存知かもしれませんけども、まあ前回見てない方のねためようにね、まあご丁寧に言いますと、簡単に言うとサイレンス鈴鹿のね帝国を作っていくっていうのが引き続きまだ行われて、もう20回ぐらいになってきてるような気がするんですけども、サイレンス鈴鹿がねいなくなりました。2022年ね、サイレンス鈴鹿はねもう本当に引退してしまったんですよ、去年ね。でサイレンス鈴鹿が初めてねいない種付けからやっていく形となっておりますので、ぜひ過去動画の方も見ていただければと思います。見てるよって方はねコメントの方残していただければと思いますけども、さあやっていきたいと思いますけども、2022年5月の1週となりましたんで、まあ見ていきましょうか。どんな感じかというとこんな感じです。こんな感じですって、お前むちゃくちゃだなみたいな感じですね。もう種付けがねこんな感じでもうほぼ終わっております。なので現状ね種付けが終わったところからなので進めていければなと思うんで、もう本当にねケツムチ確定なんでね、もうやばいですよねもうやばいですよ、あと1ヶ月しかないよお前みたいな感じですんでね、ガンガン回していければと思っております。さあということで6月の1週ですからね、種付けができなかった馬たちをねちょっと探していきたいかなと思うんですけど、ほとんどやっぱりねいないんですけど、まあ他のねまあエリアに行くとどうしてもねいたりしますんで、その馬たちはねしっかりねフォローしてあげないといけないですよねみたいな感じかなと思います。行きましょうね、ガンガンねやっていきたいと思いますけども、まあでもイザマイル旋風っていうのが実は起きてまして、本当にね競争成績はねもう点でダメだったねイザマイルなんですけど、ミスタープロスペクター風なねオーラをね出しているイザマイルですね。もう競争成績最低です。もう一勝もできなかったんですね。海外の方で走らしたんですけど一勝もできなかった。でもねもう引退させて、もうワンチャンこの馬あるかなと思ってたんで、ちょっと見てみようと思ってね、そのまま乗馬クラブにね持ってかれるんじゃなくてちゃんと自分でね保護してあげたら、もうね大当たりの馬です大当たりの馬でしたからね。やっぱりね、このゲームねスピードが足らないと勝てないんだけど、種牡馬に上がった時はねスピードっていうのがねなんかもうマックス値から若干下げられたりとか、スピードにねなんかねもうデチューンされるんですよね。あ、デチューンってなんかどっかで聞いたことあるねみたいな感じかもしれないんですけども、まあ本当にねそういうところが ありますんでね、逆に言ったらね他の能力値が高ければ、まあ要は全体の能力値が高ければ全然ワンチャンある馬になっちゃうっていうね、そういうところがねこのウィニングポストの面白いところだなと思うんですけど、それをねうまーくねこのね、イザマイルっていうのはね旋風をね起こせるぐらいねしっかりね馬としてね体制できるんじゃないのかなっていうね素晴らしい状態にはなってきてるので、まあその他にもねいい馬いますんで、そこら辺をね種付けが終わったらねまたまたご紹介できればなと思っております。さあということで6月の1週ね種付け終わりましたけども、見ていきましょう今年はねどんな感じだったのか。6月の1週です。2022年6月1週でございます。日本こんな感じですね。サンタフェグレコっていう感じですけども、世界で見てもねサンタフェグレコが一番今種付け量が高い。29頭9頭11頭11頭22頭18頭9頭10頭20頭18頭9頭13頭24頭ですね。11頭9頭10頭22頭8頭ね14頭8頭4頭10頭22頭12頭12頭7頭いって11頭3頭からの21頭からの4頭からの2頭からの14頭、そして9頭32頭です。まあね、もう安いからね。このイザマイル旋風、まあまあね、ウィニングポストあるあるのね、こういうなんかね、まあ、ハート型に近いようなね、もう非常に残念な、まあ、感じだったかもしれないんですけど、非常にこれが逆にプラスには出てるのかなと。まあ面白い配合だったり、賢い配合だったりね、いろいろなね、プラスアルファ、種付けるが安い方がね、プラスに出るような配合がね、ありますんで、それもね、ウィニングポスト10で継承されるのか注目していきたいところかなと思っております。さあ、6月の1週の種付けが終わりましたので、このまま分回していければなと思います。さあということで10月の1週になりましたので、今年はねうちの本牧場の方でもね、まあ本当に取り捨てっていうのをね行いましたので、ちょっと残念なね種付けになりそうな馬っていうのはね今後ねしっかりね積んであげないといけないので、3頭ねこう売却が入りますんで、逆に言えばね逆にねこれはね新陳代謝ですから、牧場の新陳代謝ですからね、ぜひね皆さんでやってみてはいかがかなと思いますけども、まあどの馬を買っていくかっていうとね、まあ高齢馬高齢馬ですよ
川上プリンセス買ってあげましょうかね。まあまあまあキングダウマですからね。このまあでも普通にね6000万で買えるんだったら安いもんですよ。でわざわざ金札をね使わなくても買える能力値の高い馬だったっていうところでしょうかね。うちが出したねサラトガガヤネがねもうぶっちぎりでめちゃくちゃね金額が高くて、もう本当に2022年ぐらいになってくるとちょっとねセールの方もね楽しめるような要素っていうのがかなり減っちゃってるので、まあもうちょっとこういうところにね新しいウィニングポストには、もう新しいウィニングポスト、そうです10ですね、10にはねもうちょっとスパイスが欲しいなと思うところかなと思いますけどね。まあ名称マンボも買っときましょうかね。まあでも普通に考えたらね金札とかね札が必要な馬たちっていうのをねこうやって年齢が高齢になってくると、まああのアウタガイみたいな感じでねポンポンポンと買えるのはね非常におすすめなところなので、ぜひね、まあ、2022年ぐらいまでになってくるとねもう金札で買い損ねてた馬たちっていうのがねもういないですもういないですみたいな感じでね出てきたりもしますんで、買ってみてはいかがかなと思います。さあということで年末になりましたのでね見ていきましょう。今年の馬たちどんな感じだったのか。あーデアリングタクトですね。デアリングタクト相当ね持ってましたんで、そしてね育ちとかもいるんですけども、まあ非常にねこのね一頭ね惜しかった、イクイノックスにねイクイノックスに菊花賞まあね負けちゃったね。もうちょっとチラッと見てたんですけどいけるかなと思って、ドーデュースのダービーをねかさらってったのがうちのハーっていうね、もう完全に矢野さん殺しのね馬だったんですけども、いやーすごいですね。これもうあれですかね、左に行こうとしてるすごいパラメーターですけどね、左に行こうとしてるねパラメーターですけどね、まあこのハーっていうのがね非常に頑張ってくれた。これがねサイレンスズカとピーピングフォーンですからね。まあダービーバー出るってことですねこのまあピーピングフォーンかなり優秀だなと思いますね。こうやって見るととんでもない血統ですね。もう本当にいろんなところ金色ですよ金色だらけです。金色だらけすぎる、すごいねもうトロピカルなねミスワキぐらいですからね。ミスワキ以外はもうみんな大種ボバ名種ボバのどっちかで、品系はねトーペンハウ系っていうねバケモンみたいなね超スーパー良血のねサイレンスズカの参加が実はね活躍した2022年でございましたけども、海外はねまあいつも通りです海外はねいつも通りなんですけど、やっぱ日本国内だとね結構まだまだ活躍できるなっていう形なので、本当にねまあこの馬たちっていうのがどこまでね伸びていくのか。そうです、そしてねもうここからは完全にそうなんですよ皆さん、スーパーホースの時代となっております。アンビリーバブルだったりね、来年はアンビリーバブルですよ。そしてねムードメーカーだったりっていう形なので、この馬たちをねどういう風にサイレンスズカの子供たちとともどもにねスーパーホースを倒していけるのかっていうのがね、この架空年の楽しさにはなってくるのかなと思います。さあ年末になりましたんでね、いつも通りね表彰式は見に行こうかなと思いますけどね。おウィーニングポスト10ではね実はねなんか出てこないって言われているメアちゃんですけどね、素晴らしいキャラクターなのになんで1年でいなくなってしまうんでしょうか。そしてね騎手大将はね川田さんでしたアウトオブアメリカに乗ってますからね、そりゃそうでしょうみたいな感じですけども、さあ日本馬のところではうちの馬が何頭かやっぱりねはぁあっがね結構頑張ってくれてはいるんですけどね、有馬記念は勝てなかったみたいですね。そしてエフフォーリアにねかっさられていくっていう感じですけどもね、この間ねエフフォーリアね引退しましたけども、非常にねウィニングポストの中では活躍できる馬の一頭なのかなと思いますよね。さあそして珍しくアメリカでね受賞してますね、カシミヤコンカラーサイレンスズカの直系でね頑張ってますね、素晴らしい。さあということでいつも通りね年末のね手続きやっていきましょう。おっとびっくりした、今行ったーと思ったんですよ、今行ったーと思ったんですけど行ってなかった行ってなかったわ、行ってない、ドバウィだ、ドバウィが先行っちゃう、分かった、しょうがない、いや来ないんだ、グリーンデザートなんだ、もう来たと思ったよ、でも、もう次だこの次だ、いや来ないんかいいや来ないんかい、2022年でも来なかった、いや辛いですねやっぱりねこのね、まあ後でご説明できるとは思うんですけど、あなんか足んないんだ、ちょっと足んないんだよね、もうちょっと足んないから、そのちょっとがね僕の馬のトリッセがねちょっとミスっちゃってんじゃねえかっていうね感じがしてならないんですけどね、まあでも今年でいけるんじゃないですかそれを毎年言ってますからね僕はね、この年末になるとね。さあがね、入ってきましたよ。これ超早熟だったんですね。超早熟だったみたいですね。そしてヌメヌメ来ました。ヌメヌメ入ります。サンスアクですね。これ逆に言ったら乗馬でこのエクティーズカクテルはなんで入れなかったんですかね。オープンサンキリコの子供だからってちょっとなんか嫌な感じですよね。オープンサンキリコをね愛せって感じですけどね。さあそしてインティとかがね東ウィルウィンとかですね。ヌメヌメこんな感じです。あー綺麗な馬ですね。クリゲの。そして血統の因子はパワー勝負根性ですね。
晴らしい。さあ、そして三数悪ですね。スピード柔軟性、あ、これもいいんじゃないですかね。品種としては素晴らしい感じですね。さあ、そして保護対象になっていた、あーですけど、あー、勝負根性ですね。勝負根性のみですけどね、まあまあまあ悪くないんじゃないでしょうか。さあ、アリウエアにね、シンジリエート来てますね。流行決闘にはなって、まあメドウシャリーフとかの三冠馬出してますからね。リーディングサイヤーとしては第3位でございますけども、いや、まあまあまあね、シンジリエートは結成しませんけどね。さあ、モーリスもね、うち持ってたんですよね。シンジリエートはお断りですね。さあ、そしてサイレンスズカね、アメリカで結構ね、系統的にこう広がってるんで、輸入の中に入ってくるのちょっとやめてもらえますっていう感じなんですけどね。輸入でちょっと結構その邪魔されてるんですよね。もうほとんどサイレンスズカ系になっちゃってんじゃんみたいな感じですけどね。さあ、そしてクラブの繁殖牝馬がちょっと増えすぎているよっていうのが出てますけど、まあ、なんとかね、サイレンスズカの直系の子がいると、あ、いましたね。これダメですね。な、これがね、サイレンスズカのね、子供がいるとね、ちょっとね、後でね、大変なことになってしまうので、もう残念ですけどね。心を鬼にして売却していくって形にはなるのかなと思うんですけど、まあ、今回これで大丈夫そうですね。さあ、一頭足らないですけどね、欧州で。まあまあな、馬買えやっていう話ですね。さあ、シボバの移動ですけど、移動売却ですね。日本国内にね、なんとか戻せばいいんじゃないかっていうね新しい考え方になってくるんですけどね。まあでもクラブに売っ払うっていうね、考え方もできるんじゃないのかっていうところで、欧州とね、アメリカに行ってしまってるね、馬たちをね、ちょっと戻しましょうかね。さあ、ということで日本をね、2頭増やして、無理やりね無理やり血統支配率を上げようとするやつですね。さあ、そして、あー、豊さんはもう、ま、おっと、カツアルさんが引退ですねウッチパクさんも引退ですね。あれみたいな、あれ、岩津さん早いですね。岩津さんちょっと早かったですけどね。もう豊さんいなくなってますからね、さりげなく。さあ、そしてね、来年の馬たちを見ていきましょう。ボバで超大物はいるのか。いたー、一頭いますね。サミターとの子供ですけど、超大物マイルあたりですね。これはそうですね、欧州走れそうですけど、日本に置いときましょうかね。さあ、そして大物ですね。大物までをうちが、あ、結構まあまあですね、まあまあいますんで見ていきましょう。ウィジャーボードですね。これはそうですね、芝向きは日本に置いときましょうかね。あ、ダート向きですね。さあ、そして伝説のダービー馬が出たピーピングフォーンですけど、芝向きですね。これも日本置いときましょうか。さあ、ラプンツェルスキン、これも芝、日本ばっかになっちゃうんでアメリカ置いときましょう。ダート向きですね。さあ、サラトガ、そうなんですよね、これね、簡単に言うとね、非常に偏ってしまう非常に偏ってしまう。これは残念なことなんですよね。残念ではありますが、しょうがないですけどね。しょうがないんですけど、やっぱね、欧州がね、非常に難しいですよ。欧州がかなり難しい。どうしようかみたいな感じですからね。まあ、下手にね、行ってね、まあ、いざまいるみたいなね、寂しい状態になってしまうとちょっと厳しいのでね、何かしらね、なんというか、まああれはもう完全に僕のミスですからね僕のミスですからみたいな感じなんでね、もうそのミスをね、二度としたくないっていう思いがね、ちょっとね、にじみ出てる欧州のね。まあまあ、もうでも決めたんです。欧州はこっちから輸出するという方がね、安定するんですよね、成績がね。そっちの方が安定しちゃうから。さあ、そして、お、パトル夫人に売れてますね。パトル夫人、パトル夫人気になりますよね。どんな夫人なのかっていうね、デヴィ夫人の五冠みたいなね、感じですけどね。クラブもね、余裕ぶっこいて94億円もありますからね。もう94億円ってもう普通にちっちゃい町の予算ぐらいありそうな気がしますけどね。さあ、1月の一周でございます。さあ、ということでね、まあ何がね、問題かというと、大決闘に何年だっていうね、話にはなってくるんですけども、まあこれね、分かってるんですよ分かってることがありまして、これね、世界で見て今ね、サイレンスズカっていうのは 8.7 なんですね。で、日本で 12.2 になりました。なので、やっとこの状態で条件をクリアしました。今年2頭ね、輸入させていただきました。それでね、血統の支配率っていうのがね、若干上がるんですよね。なので、その影響でね、まあ 12.2 っていうね、日本のね、このパーセンテージを手に入れましたんで、来年もね、日本の国内の中にしっかりシボバを入れることができれば、おそらく今年のね、まあ2023のね、年末でね、確実に、まあ、いけると親ケットになるという形じゃないのかなと思うんですけどね。まあ、ミスプロから
見てね、ストームキャットの次にね、サイレンスズカですから、まあ3本の指ではないんですけども、3本の指を目指しつつね、2023ね、しっかりね、馬たちを可愛がっていければなと思いますけどね。まあでも、まあ本当にね、さりげなくいつの間にか武豊さんいなくなっちゃってますからね。面白いのが、このね、ウィニングポストのね、9の2023ね、しっかりできてんなと思うのが、サイレンスズカの引退と武豊さんの引退が一緒なんですよね。よくできてんなーって。今考えたらそれを表現しようとして、愛あるね、光栄テクモみたいな感じかもしれないんですけどね。完全な勘違いかもしれないんですけど。さあ、引き続き見ていきたいかなと思います。さあ、見ていきましょう。2023、4月の1週何も起きません。もうこれなんか、何も起きないよね。うん、そう簡単に馬起きたらね。まあ、それも、まあね、もうおかしな話ですよ。それはおかしな話なんですけど。まあ、去年ラストクロップがあったからね。だから今年はなんかあるかなと思ったら、何も起きませんでした。まあ、なかなかね、こう、生産イベントっていうの、そう簡単にね、見れるもんじゃねえよっていうところでしょうかね。さあ、ということで、欧州がね、一頭ね、買えるんじゃねえのかっていう話になってきてますんで、まあ、若いね、非常に高価なね、馬を買っていこうかなと思うんですけど、まあ若いね高価な馬っていうのがなかなか難しいと思うんですけどね。まあそれを探していこうかなと思うんですけど、バーっと行っていますね、一頭ね早くもいましたね。一番大将ナッソスが G1 の4勝ぐらいしてますけどね、7勝してますね。これはいいんじゃないですか。買っていきましょう。しかも札なしですからね。札なしの化け物みたいなのを見つけれましたね。さあ、この馬がねどんな感じでいけるのか見ていきましょう。さあ、2023 5月の一周の種付けとなっております。見ていきたいと思いますけどもね。さあ、ラプンツェルスキンですね。いや、もうすごいのよすごいのよ。またイザマイル旋風でしょうね、これはね。さあ、アーモンドアイですね。イザマイルとのね、サンデーサイレンスのね、奇跡の血量ですから、これはもうとんでもない馬生まれてもらわないと困りますけどね。まあ、なんたって配合評価 S の24ですからね。非常に素晴らしい配合ですから、これは言ってもらわないと困りますよ、本当にっていう感じですけどね。青い馬はね、当たり吉がいたらちゃんとね、触ってあげた方がいいかなと思いますんでね。触っていこうかなと思いますけども、まあ非常にこう、ただ S の配合になっちゃうと S をしちゃうよね、みたいな感じかなと思うんですけど、あなたはね、どっちをね、優先するかね、ぜひコメントでね、書いていただければと思いますけど、僕はね、爆発と S の総合評価をね、考えつつ、奇跡の血量でね、青かったりしたら、まあちょっと抑えておくか、みたいな感じかなと思いますし、これ当たり年一回入るとね、なんか無限当たり年みたいな感じになりますからね。一生当たってんじゃねえか、みたいなね。当たり年とは、みたいな感じなんですよ、こっちからしたら、みたいな。結構ずーっと当たってるんですよね。まあなのでね、ぜひね、まあ当たり年だからね、非常にいい馬が生まれるのかっつったら、ただ単にね、小出しがね、プラスアルファされてるだけだよ、とかね、言われる方もいらっしゃると思うんですよ。まあ気分的な問題っていうのもあると思うんですけどね。まあただこんだけね、いざ参るばっかつけてると、いざ参るだらけになってきちゃうからね、どっかでね、ちゃんと違う馬をね、フォローできるような馬が出てきてくれるといいんですけど、イザマイルがね、もうスピード D 以外さ、もうエスプラだらけだからさ、そうするとどうしてもね、基本的にこの左側のね、この配合評価ですよね、は、能力値が高いね、馬2頭を種付けると出やすいんですよね。で、出ちゃうんですよ、どうしてもね、そういう計算の方法なんでね。だからまあ、川上プリンセスとかね、今年から入りましたけど、まあ、イザマイルがね、15なんですよって、そして名称マンボです。名称マンボも一時期いたような気もしたんですよ、いなかったみたいですね。さあ、ソルトエントリーですね。サイノから。まあ、A の24ぐらいですね。まあ、40ぐらいのやつ出てき、あ、変なのいましたよ。あ、変なのいますね。2頭ほどやっぱり、だから輸入馬さ、これもうサイレンスズカがさ、血を広めすぎたせいで、輸入馬が血が狭まってんのよっていうね。さあ、そして、イザマイル行っとくか。ここはね。さあ、エネイブルですね。まあ、コルディグ、まあ、この時期の海外牝馬、めちゃくちゃいい馬いっぱいいますからね。2020年代はもう、やばいやつしかいないような、トレブいて、エネイブルいて、ゴルディゴバですからね。もうやばいでしょっていうね、仕上がってるなここみたいな、この牧場やばくねえかみたいな感じのね、牧場になってきてますけど、オイルチューリップですね、全然ダメでしたオイルチューリップ全然ダメでしたね。なんなんだっていうね。だからもうやっぱりそういうところよね。札なし馬はね、やっぱこういうところあるから、どんなにね能力値高そうだなと思ってもダメな時はダメなんだよね。もう本当にね、サイレンスズカの直系がいなくなるってことはもうね、純粋に子供たちがね、しっかり活躍してもらわないと困りますんで、そこから考えるとやっぱりどうしてもね、最低でも A の15以上持ってるようなね、まあ B の22はありだよねみたいな感じで見てるんですけど、 B の20以上か A の15以上のね配合を持っていない馬はね、もう普通にね空体です、もう種付けすらしませんみたいなね感じなんですけどね。ただまあこの整理するのがなかなか難しいんですよ。整えるのがね、
結構年末だけだとできなかったりするんでね、しっかりね海外のねタイミングよく見て整理整頓していかないとね、僕みたいにね一生空体なんじゃないか私はみたいなね、もうほんと牧場の端で草食ってるような馬をね産んでしまうことがないようにね。まあこれもあくまでもあれですからね、啓蒙動画です啓蒙動画ですからね皆さんね。だから啓蒙をねしっかりしていければなと思ってますんで、あなたのね牧場の端っこにもいませんか、ただ草を食ってるだけの馬、そんな馬がいたらねしっかりね次のねステップに羽ばたかしてあげないと、やっぱり馬としてはかわいそうですからね、しっかり羽ばたかしてあげていただければと思います。さあ舞潤ですね舞潤っていうね、もう松潤のなんか五冠みたいな名前ですけどね。さあそして日本国内のね今回ねアップデートで対応すると言われているクラブ牧場ですけども、このクラブ牧場がね果たして本当にどのタイミングなのっていうね、4月中に本当に来るんですかっていう不安ですよ本当にっていう感じですけども、あるだけめちゃくちゃいいんですよクラブ牧場って。もう国内分譲ですからね、まあ国内分譲とはちょっとなんかまた違うよって言われる方もいるんですけど、まあ似たようなもんですよね、似たようなもんだなって思うのが、なぜか国内だけね種牡馬施設さんにすると全世界で種付けができるっていうね、不思議な状態になるっていう感じなんですよね。さあ今年もねいろんな馬をね種付けしておりますけども、やっぱりイザマイルがね上位に出やすいなっていうところ、ただまあいるんですけどね、他にもいるんですけど、どうしてもねもうそっちにねまあまあ一番いい数値をねっていう感じなんで、これをね管理できるねまあエクセルみたいなのがあったらね帝国を作れるエクセルというか、そういうなんかツール、うん、ツール誰か作ってツール誰か作ってくださいお願いします本当にっていうね、スマートフォンでね動かせる あなたのアプリケーションが誰かを助けるかもしれない、だから作ってほしい、お願いお願い本当に僕みたいなねただね脳死状態で種付けしてるねちょっと不思議なタイプのゴリラだと、こういうなんかもう携帯見ながら、あーおこれいいねみたいなねアプリが欲しいなと思ってる今日この頃サイレンスズカ帝国でございますけども、まあでもなんか本当にクラブ牧場が優秀すぎんだよねクラブ牧場が優秀すぎちゃって、まあ一ノ瀬さんオール SS ですからね、もう種付けも S ですからね、まあ種付け S とはっていう感じですけども、さあ20235月の1週の種付け終わりましたので、まあ見ていきましょう、ちょうど1年が終わりましたんでね、所有種牡馬見ていきましょう。24頭19頭23頭12頭に2頭がいますね、ちょっと残念、8頭7頭9頭15頭7頭7頭11頭23頭20頭11頭4頭19頭11頭9頭30頭9頭9頭10頭10頭4頭10頭22頭9頭8頭6頭4頭4頭5頭8頭から13頭5頭の3頭の32頭9頭っていう感じでしょうかね。まだディープインパクトいますまだディープインパクトはうちの牧場の端っこで草食ってる感じにはなっておりますけども、さあ20235月の1週となっております。いよいよ来るんじゃないでしょうか皆様、親血統がね次のね動画で絶叫する私が見れるんじゃないでしょうかっていう形でしょうけども、まだまだねサイレンスズカ帝国ねやっていきたいと思っておりますので、ぜひちょっとでも面白いなと思っていただいた方はチャンネルの登録もぜひともよろしくお願いいたします。今回はここで終わりたいかなと思います。またぜひ次の動画配信も見ていただければと思います。それでは次の動画配信でバイバイ。